コナちゃんって呼んでください。めちゃめちゃアニメーションとか見まくって、はい、右と左も、そう、ありがとうございます。あ、出てきた、はい、ありがとうございました。あの、行きましょう。はい、行きましょう。階段登るように、はい、1、2、3で真ん中かけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい。緊張してるかもしれない。緊張します。うん、どうしよう。あ、いつも通りの感じで。いつも通りの感じで。はい、大丈夫です。本当ですか。はい。はい、じゃ持ち上げるので体重背もたれにお願いします。お願いします。3、2、1、よいしょ。ありがとうございます。はい、じゃ早速出発します。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかどっちを見ればいいか分かんないです。はい、あ、カメラね、こっちの右についてる。こっち。そっちを見ればいいんですね、はい。ありがとうございます。余裕があったら大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、ですね、自己紹介をお願いします。はい、本日ドライバーを務めます、はい、東京力車の東そなと申します。東そなさん。はい、そなちゃんって呼んでください。そなちゃんですね。ありがとうございます。今日はちょっと面白いところに行こうと思ってます。はい。はい、いきなりなんかの初めての撮影でちょっと普段のご案内と違うような感じですみません。あ、すみません。ソナさんってあのデビューしてどれぐらいなんですかね。デビューしてからはそんな経ってないんですけど、はい、編集含めたら今1年ぐらい。あ、そうですか。あ、そうなんですね。そっかそっか。ちなみに、はい、YouTube とかって出られたことってありますか。 YouTube？ はい。あ、人力車ではない。あ、人力車ではない。なるほど。あ、人力車ではないってことは別ではあるんですね。私昔々、はいはい、マリの YouTube やったことがあって。あ、そうなんですね。へえー、そうなんだ。あ、今はもうやってないんですか。今はもうやってないです。あ、そっかそっか。なるほどなるほど。そうなんですね。ソナさんって、はい、なんかソナって珍しい名前だと思うんですけど、はい、あ、日本の方ですか。私は韓国人なんです。あ、韓国ご出身なんですね。はい。あ、そうなんだ。え、いつぐらいに日本に来られたんですか。今、6、7年ぐらい経ってますね。あ、6、7年前ぐらい。あ、そうなんですね。あの、あれですよね、結構日本語めちゃめちゃうまいっすよね。まあ、まあとか言っちゃったけど。最近結構、はい、あの、自分から言わないとお客さんから聞かれないことが多くて。はい、あ、そうなんですね。そう、だいぶ私上手くなったなって最近思ってます。そうっすか。いや、本当に、何回かね、お話しさせていただいたことあるんですけど、なんか、あれですよね、日本人と喋ってる感じですよね。本当ですか。はい。ありがとうございます。そうなんだ。このお仕事自体は、なんで、こう、始めようと思ったんですか。私、この仕事の前には、はい、大学卒業してから、ちょっと OL をやってたんですけど。はい、あ、OL さんだったんですね。まあ、ちょっともうちょっと自分を見せる仕事がいいなって思ってて。はいはい。おしゃべりしたり、うん、まあ、それで選びました、はい、あ、そうなんですね。そっかそっか、すごいな。どうですか、このお仕事を始めてみて。あ、でも本当にいっぱい人と会えるし、しゃべれるし、はい、あとすごい自分のキャラも見せれるので、はいはい、もう思った通り楽しいです。そうですね。ソナさんはすごいこう話しててすごいこう楽しいというか、あの、コミュ力がめちゃめちゃ高いんで、すごい話しやすいですよね。そんな褒める？はい。なんかあの、浅草で、こう、食べ物とかで、はい、お気に入りの食べ物とかあります？めちゃめちゃ多いんですけど。はい。はい。あの、いちごスムージーを飲んだんです。いちごスムージーね。浅草いちご座の、はいはい、あれが衝撃的に美味しかったです。ああ、そうっすか。あれ美味しいっすよね。え、ちなみにあのミルクと
紅茶のどっち飲みました？どっちも飲んだんですけど。あ、どっちも飲んだ。どっちが好きですか？個人的にはミルクの方が好きですか？あ、美味しいですよね、ミルクね。そうなんだ。ソナさんって、はい、こうどうして日本に来ようと思われたんですか？私あのちょっと恥ずかしいんですけど、はい、中学生の時からすごいオタクで。オタク？はいはい、めちゃめちゃアニメーションとか見まくってて。ああ、そうなんですね。でそれでなんか言語が聞こえるようになったんですね、はい、日本語が。あ、すごいですね。アニメで覚えた感じなんですね。へえ。でお前とか言うんですけど、だから貴様とか言うんですけど。ああ、アニメのね、アニメの言い方。ワンピース見てたんで。ああ、ワンピースね。そっかそっか。そうでね、まあそういうちょっと、はい、あの良くない言葉も覚えながら、はい、なんか日本語分かるようになっちゃって、はい、あ、留学したいなと思って、はい、大学を日本の大学に進学したんですよ。すごいですね。すごいな。アニメにじゃあ日本に興味持ったって感じなんですね。へえ、すごい。嬉しいな。日本はどうですか？こう住みやすさとかなんか。めちゃくちゃ住みやすい。あ、住みやすいですか？あの人が優しいです、日本人は。ああ、そうですか。そうなんだ。まあなんかよく聞きますよね、日本の人優しいって。そう。優しい。僕は日本に住んでるからちょっと。その感覚はあまりわからないですけど。そうなんですね。なんか、はい、日本の食べ物とかで、はい、お好きな食べ物とかってありますか？わ、私もんじゃ焼き大好きです。お、もんじゃ焼き好きなんですね。そう、浅草最高ですね。そう。え、もんじゃ焼きって、うん、あの韓国だと食べられる場所あったりするんですか？多分ないと思います。あ、ないですか。お好み焼きならあると思うんですけど。はいはい。もんじゃ焼きはやっぱ知名度はちょっとあんまり外国人の方には知られてないイメージがあります、うん、あー、そっか、確かにね。そっかそっか、僕の YouTube 見てる人ってもんじゃ焼き知ってるのかな。そもそもだって説明が難しくないですか？もんじゃ焼きの説明難しいですよね。お好み焼きみたいで鉄板で焼くんですけど、うん、水っぽいですよ。そうですね。でなんか全然うまそうに聞こえないし。なんて説明すればいいかいつも悩んでます。確かにそうですよね。固形物じゃないんですよね。うん、難しいですね。説明難しいですよね、確かに。あ、今日の目的地に到着しましたね。はい、はい、今日はこのゴロゴロ会館っていうところにやってきました。すごい建物ですよね、なんか。すごい。うん。わーです。そうですね。今日はここでちょっと雷おこしを作る体験をソナさんと一緒にやっていきたいと思います。火を起こし、なお起こすっていう意味を持っためちゃくちゃ縁起のいいお菓子が雷おこし。家を起こし、なお起こす。へえ、そうなんだ。面白いですね。はい。じゃあ、はい、あ、多分上がれば大丈夫です。撮影の許可を今回いただいて撮影をさせていただいております。ありがとうございます。はい、ピーナッツを置いてありますね。うん、うん、ああ、水飴かな。これで蜜を作る感じですよね、きっと。まずですね、お鍋の中に水飴が入っております。でまず火をつける前に材料を入れていきます。でこっからは少し長いんですが、約3分ほどかき混ぜていきます。ここでしっかり煮詰めないと歯にくっつくようなベタベタした雷おこしになってしまうんですね。
逆に煮詰めすぎてしまうとボロボロの形がまとまらないおこしになってしまうので、すごくここの作業が大事になります。でいつまで混ぜればいいのかなと思ったと思うんですが、しゃもじをですねこう抵抗にまっすぐ持っていただいてタッチすると糸が出てきます。この糸がですね3本以上見えたら煮詰まった証拠になります。こんな感じです。もうちょっとです。ただですね、おこしの種すべて入れてしまいます。じゃーっと。で、つっついて、おこしと水飴くっつけていきます。ここ時間との勝負なんです。時間をかけてしまうと固まってしまうので、思い切ってやってください。で、お鍋にくっついてる細かい種、取りたい気持ちね、わかるんですけど、固まるのが早いので、少し諦めが大事になります。ね、ちょっと潔さが大事です、ここはね。もうある程度でこんなもんかなって感じで、この棒で押し伸ばしていきます。ぎゅーっと。このカッターで切れ目付けをしていきます。体重をかけてですね、右と左シーソーのように押していきます。今度は反対側です。ここまでできましたらお盆に移し替えていきます。これもう映らなかったですね。こんな感じで手で引っ張り回して、ただですねうまくいくと77で49個のお腰ができます。で手でちぎっていただきます。ぜひお召し上がりください。どうもありがとうございます。プロの、はい、プロの声を。どうですか。めちゃめちゃ美味しい。あったかいですね、初めて。なんかふわふわしてる。うん、うんうん、今からこれ作るんです。香ばしいですね。じゃあ皆さん、先ほどミッチちょっとついていただいて、材料とか合ってますかね。大丈夫ですか。白砂糖の方、お砂糖とマーガリン、ピーナッツあります。キャラメルの方、キャラメルシロップとアーモンドありますかね、うん、よかったです。じゃあ早速やっていきたいと思います。やっていきたいと思うんですが、まずこのおこしのお米が3種類から選べまして、今食べていただいたのが米感の強い軽い食感の種になります。今度2番目に、キャラメルとか洋風に合うようなあっさりとした、ちょっとこれよりも米感が薄い種があります。で3つ目に細かい種で、ちっちゃい細かい種で歯ごたえのあるようになる種が3つあるんですが、ちょっと直感でこんなものを作りたいっていう感じで決めていただけたらなと思います。米感とあっさり感はそこまで変わらないです。種ちっちゃいと本当に変わります。ちょっと種ちっちゃいのを見せますね。こんな感じで細かい種、細かいと水飴が多く必要になるので、小さい、そうです、歯ごたえの形になります。すごい小さい。手作りセットってお土産がつくんですけど、そちらにはこっちの米の方がついてるので、まあ、体験でやるんだったらこっちでも面白いのかなと思います。じゃあ私は歯ごたえの方、歯ごたえの方で捕まりました。ありがとうございます。はい、どうします。僕じゃあ今最初に食べさせてもらったので、はい、かしこまりました。調理実習やってるみたい。確かに。そうしてきたら中火にしてピーナッツ、アーモンド入れていきます。うん、なんか粘り系が強くなってくる気がする。確かに確かに、入れてください、はい、中火に振りていただいて、はい、ありがとうございます。混ぜていきます。そうです、そうです、まだまだ頑張ります。いいですね。で、手作りセットが先ほども作っていたんですが、その際にはココアパウダーとか抹茶パウダーを入れても美味しくできます。カップラーメンができる3分は結構短く感じるんですが、混ぜてる3分結構長いのでしんどいですが、頑張っていただいて。確かに、そうなんですよ、混ぜてる3分は私もそうよ、いつでも手伝うからね、うねですね。ソナさんってお菓子作りとかって普段されるんですか。やったことない人生、今初めてやってます。あ、そうなんですね。韓国も調理実習みたいな感じで授業があるんですか。3分がそんなガチのやつはなかったかも。あ、
そうなんですね。一生懸命頑張ってみんなでサンドイッチ作るみたいな。あ、そうなんですね。あ、なるほど。それぐらい。まだですね。これを3分、3分混ぜるそうです。全然まだです。糸がまだですね。なんかソナさんのやつの方が状態がいい気がする。それはね、はい、日々の料理とかやってるかどうか。あ、そうですよね。はい。こういう感じに。あ、いいですね。もう少しですね。ちょっと抜きと真似してみましょうか。いいですね。今 2本ぐらいですね。あともうちょっとです。もうちょっとだ。もうちょっとだ。もうちょっと。もうちょっと頑張る。もうちょっとで素晴らしい。もうちょっと自分で分かるのが素晴らしいですね。あ、いいですね。周りがこけてきましたね。もうちょっとです。もうちょっとです。これさんもうちょっとです。頑張ってください。皆さんあと踏ん張り、あと一踏ん張りです。頑張ってください。もう一回お姉さん当ててみましょうか、板。お、いいですよ、お姉さん OK です。ただ温度を2度下げて、ソナさんいけそう。え、どうだろう。あ、入れた。綺麗に食べた。綺麗に食べた。大丈夫です。ありがとうございます。はい、大丈夫。ありがとうございます。はい、ここで時間との勝負だ。勝負しちゃったよ。いいでしょ。よし、混ぜてください。ガーッと混ぜて。出てきません。反対側です。はい、ぎゅーって。そうだそう、お姉さん上手、職人さん。あ、素晴らしい。あ、出てきた。ちょっとこっちカットしますね。はい、あ、めちゃめちゃいいこと知らないな。もう出来上がった。切れてない。切れてもできる。切れてます。もたり難しい。難しいです。普通のパキパキと割れてどちらでも大丈夫です。普段から鍛えた筋肉者の筋肉があるんで。確かに。あ、どうでしょう。どうでしょう。すごい綺麗。で、お盆に。お、いける？あ、いけた、いけた。で、これを鍋つぎて、あげたら完成です。あ、なんかちょっとブサイク。誰かに渡さずに食べちゃいますもん、一人で。こういう感じで作れるんですね。こういう感じで、はい。おお。で、めちゃくちゃあったかくて。いいですね。そう。じゃあちょっと僕のも作りますね。ちょっと僕のだいぶブサイクですけど。でも可愛い可愛い。このポロポロ落ちてるやつはアイスにかけると美味しいらしいですよ。おお、いいですね。アイス美味しそう。ソナさんのやつも。私のはこんな感じ。ちょっと粒粒が小さくて歯ごたえのある感じだそうです。これが一般的に見る雷おこし。雷おこしといえば。うん、といえばって感じ。ちょっとブサイク。でもこっちも。今アイス用のネタを。ありがとうございます。はい。できたら完成になります。で、家で作るとおこし種とピーナッツとあと水飴が入ってるので、あとあの味さえあれば砂糖とかココアパウダーとか。ありがとうございます。ピーナッツな感じ。おお。残念。ありがとうございます。大切ね。はい。というわけで、はい、雷おこし体験終了しました。ありがとうございました。こんな感じで、売店もこのフロアにはあります。いろんな雷おこしが売ってて、はい。人形焼き持ってるんだ。こしあん、つぶあん、あとはもうおこしがいっぱいって感じですね。
すごいですね、なんかスカイツリーがいっぱい、写真がいっぱいありますね。浅草愛が、うん、めっちゃ伝わります。確かに。あ、ハイライオンだ。ここいいですね。ミニ雷門。そう、ソナさんが大きいのか雷門が小さいのか。あ、私が大きいんです。あ、今日ありがとうございます。はい、雷を起こして作った、この建物。この建物も35年で、これも35年あ、そうなんです。これすごい、これすごい。はい、今日の35年前の作って、食べてみたいですね。ね、こんな綺麗に残ってるんですね。おー、すごい。食べられるんだ、これ。じゃあどうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょうか。また何かあったらお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。聞きで。はい、では食べます。はい、ちょっと場所を移動しました。私が作った雷おこしです。はい、あ、もうすごいお店で売ってるやつですね、これね。そう、お店 こんな形のやつ売ってないと思うけど。じゃあこれ食べてみます。はいはい、うん、どうですか。確かにの、これ歯ごたえのある方を選んだんですけど、はい、確かにその通り、ちょっと固め。お、さっきお店で食べさせてもらったものの方がふわふわでした。はい、あ、そうですか。うん、へー、そうなんだ。うん、すごい美味しい。ご自身で作られたやつは美味しいですか。はい、いいですね。なんかこういう独特な形が、はい、で、雷おこしっていろんな種類あるから、うん、はい、面白いですよね。そうです。なんか、お土産でもらった袋、はい、あ、これお家でもう一回作れるそうなんですけど、これに抹茶パウダーとかココアパウダーとか入れて、うん、なんかいろんな味で作ってみてくださいって言われました。うん、いいですね、家で作れる感じなんですね。うん、この雷おこし、今日は作りに行きましたけど、東京力車さんの人力車に乗ると、この浅草で雷おこしを売ってる、老舗のお店のクーポン券もらえますよね。そうです。はい、8割引きの8割引きはでかいですね。 8% 割引されるクーポン渡せるので、はいはい、よかったら、今日雷おこし買って帰りたいな、はい、人力車乗りたいなだったら、はい、まあ、人力車を先に乗っていただいた方がちょっとお得に、はい、そうですね、雷おこしが買えちゃうかもしれないです。はい、はい、って感じです。じゃあ今日はこんな感じで、動画締めようと思いますので、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。